つむいさん、水パパ、朝ごはんは何時に食べるのが正解ですか？みんなランチキゲットしてね。ダメ、18時以降ご飯食べないダイエットしてるんだけど今。みんながあまりにもめいちゃんは食べてって言うから、そんなに食べてないと思われてんだと思って。そんな食べてないめいと思って。心配かけちゃうからちゃんと食べるダイエットにしようと思って、18時以降食べないダイエットにしてます。今移行期間、今食べたらダメなの。朝ごはん起きてから30分ぐらいか。みさほちゃん、こんばんだい、こんばんだい。時間が遅いな、こ大丈夫。大丈夫大丈夫。もともと今日帰ってきたのがちょっとだけ遅くて、でそれまで夏万歳のこといろいろやってたんですけど、みんな楽しみ夏万歳のことやってたんですけど、それが終わってから今公式ルームもやってて、思いのほか公式ルーム楽しくやっちゃって、個人ルームに今移行してきたって感じ。すごいギリギリセーフセーフラインですね。仕事前に通知来てラッキーラッキー。やめちばくん、こんばんだい、こんばんだい。公式気づかずに入った瞬間終わった、ごめん。全然いいよ。佐藤さん、こんばんは。ばんは。腹減ったら食うを心上げてます。あ、でも今お腹空いてないの。でも起きてたらご飯食べたくなっちゃうの、お腹空いてなくても。タットさん、めいちゃん、はい、めいです。ブログ読んだらめっちゃ涙出た、感動した、さすが。ありがとう。まあね、5年もやってたらね、すごいいろんなことあるよね。いや本当に昔は本当お客さんもいなくて、配信だってコメントしてくれる人もいなかったし、いやマジで電車の中でうわマジ行きたくないと思った時もめっちゃあるし、ライブ動員ないのにみたいな。動員ゼロで、一番きつかったライブが動員ゼロで、お客さんが誰も最前のとこにも立たなくて、みんななんか壁のとこに寄っかかって携帯いじられてる時があったんですよ。その時が一番しんどかった。昔のデセオですね、確か。それを経験してるのはもう私だけなんですけど、本当に嫌でマジでしんどかったんですけど、でそっからマジエゴサしたら、バンザイジャパンでエゴサしたらずっと歌が下手だとかめっちゃ書かれてた時期もあったし、でそういう時期があって今があるから、そう思うとすごくね。いや本当に今はなんだろう、バンザイジャパンに会いに来てくれる人がいて、でなんかありがたいことに安原のこと好きだよって言ってくれる人もいて、ね、なんかね幸せだなって本当に思っちゃう。だから足軽ジャパンのライブとかデビューを見てるともう全然違うなって思うし、なんだろう、これが今までやってきた私の頑張ってきた過程なんだって思うとすごく嬉しく思いますよね。なんかデビューからそんなに人がいてずるいとかじゃなくて、なんだろう、今までやってきたことが積み重なって今がこう足軽ジャパンとしてのデビューライブでもこんなに見てくれる人がいるんだなと思うとすごく嬉しいなと思いますね。いやほんと電車の中でマジでほんともうこんな状況、マジ誰に向けて何を歌ってるのかも分かんない時があったから、いやほんとにあの時はマジでしんどかったけど、今思えば良かった時だなって、あの時があるからどのステージも全力でやろうって思えるし、すごいきっかけですよね、いろんな何かしらがあるから、やっぱり誰でも頑張れる時があると思うから、その辺の分とかさ、コメントなかったとか言ってた時のことを思い出したら泣いちゃったよね。本当本当。いやでもね、ありがたいことにね、5周年を迎えさせていただけるので、1月6日で来年のね、ありがたいなと。アイドルの人生としてはすごく長いなと思うし、まだまだ続けていかせていただけるっていうか、こう続けていこうって思わせていただけるくらい皆さんにいろんな愛とか応援をいただいてるので、まあそこに関して恩返しを今後はしていけたらいいかなと思っております。前後の対バンとかでかそってた、とりあえず湧くようにしてるオタクです。いやもう本当にあの時はねすごかったですね。いやマジ本当
あーってなる。あーってなっちゃう。今来ました、ゆいちさん、ありがとうございます。スタートは私がいなかった時は2人でやってたらしいんですけど、1回だけライブ2人でライブやってて、でそこでその時の1人のメンバーが抜けて、で3人で、最初私は最初3人でした。だからそっから4人だったんですけど、1人戻ってきて、でも1人大阪でにいたから、なんか5人だけど4人でライブ出てる時期があって、でその子がなんか東京に来たのと同時に、まあ、5人だったり6人になって、ちょっとずつお客さんが増えてっていう感じですね。そう、物販がマジできついの、誰も来ないからほんとやばいよ。グループの中でね、1時間物販やっててチェキ2枚とか、そういう時が本当にありました。数少ない対バンドグループとか盛り上がりそんななかったら、取り分かる範囲でミックスやったりしてる義務ね、それすらもなかったっていうグループでした。公式配信からリマちゃんの配信に行ってました。お、どうでした？白かったでしょ？そういう時は自分、未来の自分に夢たいわ。パパボ、パパボ。でもその時は先のことなんて見る余裕すらなかったし、先がまず暗かった。もう、みたいな。こんなこと続けてて、意味があんのかなみたいな、将来何してんだろうみたいな不安シェアしかない時期もすごいあったし、そう5周年なんですよ、ありがたいことにね。泣いてトイレに駆け込んだんだからね、ほんともうこの年になると涙腺が、涙腺が万歳ジャパンは見るべき価値があるパフォーマンスをしていると思います。今年は万歳ジャパンに出会えてよかった、ありがとうございます。岸さん本当に万歳ジャパンのメンバーたくさんお世話になりまして、4人もありがとうございます。私も岸さんのお芝居が本当に大好きで、また舞台見に行かせていただきたいです。当時の大名は他のアイドルさん全く見んかったし、そうそうそう、だから今があるんだと言っても過言ではなかろうかと思いますが、まあでもバンズイジャパン今のいるメンバーがね加入してきてくれたから今があるので、私なんてね本当ただ最初からやってるだけなので私を褒めるよりみんなを褒めてあげてください。いや今じゃ信じられないかもしれないけどね、本当に私だけの頑張りじゃなく今のメンバーが頑張ってくれたからなので、本当愛おしいですよねメンバーが初めてバンザイジャパンのライブ見た時の衝撃、なんだここのオタク、衝撃もすごかろうと思いますよ。だからほんと少ない時から応援してくださってる方もねいますけど、まあ、でも季節なんだろう、時期とか関係なくいつ出会ってもこう好きになってくれた方がいらっしゃるから今生きていられるし、いやもっともっとね安原のこと好きになってくれる人を増やしていかなきゃいけないなと、まだまだ初心に帰って思いますよね。 いつどそまた同じ環境になるか分かんないからね、常にね感謝の気持ちを忘れずに生きていかなきゃなと思います。めいちゃんが気づいてきたものがあるからだよ、いやありがとうございます。全然気づいてきたものなんてちっぽけですけども、その種を撒いた種をね本当に大きい花とか綺麗な花を咲かせてくれたのは今加入してくれたメンバーたちのおかげなので、本当にありがとうしかない、マジで水パパさんと同じ、うわっちかのミックスが寿命や、後ろ向いて何して、いや私もそれ最初すっごい思った。リマちゃんヒーターつけながら配信してるから半分白くて半分オレンジ色、ああなるほどね、私も今なんだろうこれはヒーターエアコンみたいなやつつけてます、ちっちゃいやつ。最初ああ札幌のアイドルフェスで見てくれたんだ、ありがとう。9月のねゼップル札幌でのステージ衝撃だった、めっちゃ感動しました、ありがとう。めいちゃんみたいにしっかりした人がいるからバンザイジャパンさんはこんなに必要グループさんなんだなと、いやでもねメンバーが思いのほかみんなバカで楽しくバカをしてくれる子たちがね集まってるからねそれもあるんだと思います。今ランチ期をこれ書かなきゃ、これ
クリスマスランチ期です。サンタさんからトナカイさんまでいっぱいです。ゲットしてください。そう、ショートカットだった時期もあるからね、珍しいね。もう今ではね、同じ状況にはさせないように広めていくさ。わい誘った人たちみんな立派なデビュー、本当素敵なことだ。ランチ期こんな感じでちょっとカラフルに頑張っているので、ぜひゲットしてください。めっちゃカラフルで、なんか何を思ったかめちゃめちゃ書いてるんですよね今回。こんな感じで後ろにもちょっと書いちゃったりしちゃいました。サンタさんぜひゲットしてほしいです。ほんとマイカちゃんに連れてきてもらってメイさんたちと出会えてよかった、ありがとう。いや本当だから、メンバーには一人一人マジ加入してありがくれてありがとうってめっちゃ思うね、本当にありがとうの気持ちでいっぱい、嘘偽りなく。仕事始まってた、仕事してくるわ、早めに寝ます、おつめいしゃおつめいしゃ、仕事頑張ってね。直吉やほーやほー、サンタさんゲットしてほしいな。12月後半すごい被ってるからめっちゃバンザイさん見れそうね。すごいめちゃめちゃ被ってる、いつも乱入しちゃってこうやってね。初めてメイちゃんとチェキ取った時めっちゃ睨まれた。昔めっちゃ目つき悪かったんですよ、人のこと信じられなくて。ランチキ欲しい、ランチキゲットしてほしい、通販でも買えるので、ちょっとツイッター見てみてほしいんですけど、このさっきツイートしたばっかかな、通販でも買えるのでぜひゲットしてほしいです。遠方の方にはねちょっと通販でランチキをゲットしてほしい。ランチキまだ来ない、え、でも提出はしてるから多分そろそろ、今多分夏バンザイで多分えらいことになっちゃうんだけど、ほぼバンザイジャパンのオタク、確かに見せるうちめっちゃいるもん、めちゃくちゃ見ちゃってる。乱入した時私の推しメンに抱かれてるメイちゃんの表情がホストクラブみたいなお客さんの顔、いやマジでかっこよすぎてほんとキュンキュンした。こんなこと言ったらダメなのかもしれない、めっちゃほんと女の子みたいな。でもなんかせっかくああってこうやってくれるから、いやもう本当にあの一瞬でマジで好きになろうと思って、もう本当目線一回もそらさなかった。いや本当に女になりました。乱入した時ね。女になっちゃった。僕がめいっ子だった頃のめいちゃんも好きだよ。2週間な、2週間もあったっけ。夏バンザイでもランチ期買います、夏バンザイでもランチ期と特別特典買えちゃうからぜひゲットしてね。この手はちょっとあれだね、もみもみもみみたいな。そうガン飛ばしてました、なんか周りの人が信じられなくて。昔めいちゃんのスペシャル特典 T シャツすごいなと、今なんだっけ、今はね、今作成中のものがあって、ちょうどクリスマスだからちょっとメンバーの絵を描いて、ランダムでメンバーの絵のちょっとキーホルダーを作ろうかなと思ってます。もみもみ、そう T シャツね喜んでくださる方がすごい嬉しくて、なのでちょっとね嬉しいなと思ってます。すごく T シャツすごいねっていっぱい言ってもらえて。オタクの人から、そうメイちゃんのオタクの人から、いや全然全然、いや逆じゃん、なんか逆逆、メイが刺されるんじゃないかなと思って、ちょっとごめんねと思いながら、でも役得と思いながら好きになっちゃった、かっこよかった。幸せをありがとうございます。2週間あった、ほんとピスパン、もまもんじゃった、もみもみないからね、私がちょっとね仮装でこうやってもんどきましょう。平らも平らでいいとこだよ。めいちゃんがお姫様抱っこされて式取ってた時の衝撃は今でもあったね、なんかお姫様抱っこしたいですって言われて、なんか昔は OK だったんだよね。あゆちゃんは埼玉の彼女らしいので、あ、じゃあ石川の彼女になろうかな、石川県の彼女にしてくれるかな。なくなっちゃった、まだか。石川県の彼女にしてくれるかな。あ、169日目だって、お姫様抱っこ
今は多分その時より軽いと思う。めいちゃんこんばん、おはよう、おはよう、こんばんは、こんばんは。今日もお疲れ様でした。今日もかわいい、ありがとう、かわいいありがとう。すぐ変顔しちゃうダメなとこよこれ。お姫様抱っこはやばい。そう、昔はね、ほんと人もいなかったからさ、関も言ってたけど、もうそういうことができる余裕があったんだよね。今はもうないけど。でもメイもね、そうやってなんか女になっちゃったとか言ってるけど、昔はメンバーを女にしてたんだよ。なんか言い方があれだね昔ショートカットでなんかイケメン枠みたいな、かっこいい枠をやってた時期もあって、本当に。あいちゃんわかんない、今実家帰ってるんですよね、二人とも。あやもジュリも変顔でも可愛いよ。昔本当だから、そのメンバーと写真を撮ってツイッターにあげると、なんか嫉妬するんでやめてくださいみたいな、ガチでレスされたことがありました。メイ君時代があったんですよ、実は。実はね、よその物販連れて行ってチェキお願いできたとか懐かしい。確かに懐かしいね。めっちゃ笑ってる、やめてばくわらわらわら。めいっこ時代に撮りたかったです。あ、めいっこ時代の時撮れたよ絶対。だってあの時チェキ1枚しか出なかったもん1時間で1枚だからねえらいこっちゃ。そんな時代もあったよ。え、だから言ったじゃん、ジュリアと今日何枚、ゼロ枚一緒って言ってた時、物販で一枚もチェキが出ない時期もあったからね。頭がパリン、頭がパリンコシパチパチパチ。夏万歳ぜひ来てほしい。ご予約まだまだ受付中です。急に夏万歳の話になる。来てくれる方はちょっとリップとかで教えてくれると嬉しいです。めいちゃん予約待ってます。まあほんと今ほんと頑張ってるから、ダイエット23日にはちょっとスッキリしてると思う。分かんない分かんない。痩せたいところの照準があって、そこまではとりあえず18時以降ご飯禁止にするって決めてるの。ピスパンが物販でさよちゃんに悲鳴叫ばれてたの覚えてる。え、なにそれ、何の件、何の件、何の件。え、ピスパンが物販でさよちゃんに悲鳴叫ばれてた。え、何したの何したの案件だよ。白組ヨロピね、白組勝つぞ。勝つとかあんのかな。ご飯美味しかったツイート笑った。いや美味しかった本当に。あかん、あれは夜中のご飯はめっちゃ美味しかった。夜中過ぎてたしね。アンサーさん50完了ありがとうございます。こっちかな、50ありがとうございます。いや大丈夫、ちゃんと食べてるから大丈夫だよ。みんなあの心配はしないでね。すごく食べてるの、食べてるんだけど、このなんだろう、18時から朝まで食べられないっていうこの状況に我慢ができない、この我慢するぞっていうこの気持ちのなさね。筋肉すごくない？結構ムキムキ、ここの筋肉あるの結構。どや、ビスパンの荷物がジェリアのパニエめくってて、サヨチンがちょっと何してんのよってそれは確信犯すぎるや、それは狙ってやってるとしか思えないな、最低だな開かない、開きました。水に変わった、これ3日前ぐらいから飲んでる水なんだけど大丈夫なのかな。水って腐る？まあいけるか。
別特典チェキキーホルダーもちょっと余ってるんだよね。あと7個かな、自作のチェキキーホルダー。今日は動画で新月見てこの前のライブを思い出して浸ってたよ。おお、食飲みは雑菌が湧く。ああ、じゃあ雑菌飲んでます今私。どうしよう、開封後よう冷蔵なの。めっちゃ普通に部屋に出してたわ。部屋寒いからいけるかなみたいな。ダメ、危ない、捨てた方がいい。飲んじゃったけど、もう遅い、飲んじゃったよ。夏場はねたまにしかやらないやるんかいっていうね、このかゆい、お祭りっぽい、わっしょいわっしょい、お祭りわっしょい、なんかやったよね昔。祭りだ祭りだ祭りだ、もう歌えないわ、忘れちゃった、歌がわかんない。あと夏万歳といえばババンババンバンバン、ババンババンバンバンですね。いい歌なみたいな。部屋寒いから OK 理論とか俺やん。そう、部屋寒いんすよ、めっちゃマジ。ジュリアの部屋が今空いてるからすごい寒い。夏万歳で忍者もやってた。あー、お祭り忍者ね、やってた昔、懐かしい。23日は何歌うかは内緒です。みんなが知ってる曲があったらいいねやばいよ、夏万歳のために覚えたことがマジ5個ぐらいあるから、あ、5個ぐらいあるんだって思いながら聞いてほしい、見てほしい、一個一個で。私の推しの人もそうじゃない人も各々の推しメンがすごいいろんなところで頑張ってるので、その頑張りを見てあげてほしいなと思います。すごく白組頑張っちゃうんだからね。いや T シャツマジ白の方が普段使いできるから、みんな白の方がいいよ。後ろめっちゃ可愛いんですよ、ちゃんとロゴが入ってて可愛い。ちゃんとね、ほんとロゴが入ってて可愛いの、こんな感じ。前はこんな感じ、可愛くない？結構普通に着れそう、いいな。そう、白組が勝てるところはね、普段使いがしやすい T シャツっていうところですね、まず今回の夏万歳の喧嘩勃発の原因は当日分かる感じ。そう、まだ怒ってるから目、おっぱい大きく生まれやがって。白組、う、頭が、私だって赤組から白組に引っこ抜かれた人ですからね、もともと私赤組だから。髪の毛で背中のロゴが見えない、あ、ごめんね。はい、あーって、ボキって、まあ、全部のグループさんのねロゴが入ってるよっていう T シャツです。白組 T シャツゲットしました。おお、一緒に着ようね。ババンババンバンバン、ババンババンバンバン、そう、内緒です。でも今までのやつでは歌ってたよっていう。ぜひ夏万歳 T シャツもゲットしてください。いいなせだね、トゥルトゥ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 ルトゥ、ダンキー様で走り続けろね。どっちも赤組推しですよ。あ、ちょっと敵だ敵だ、ガー。まあ前回赤組だったんですけどね、前回の赤組良かったよね自画自賛。やっぱ赤、白のチーム分け、違います、そう見えがちですけど違います。確かに、え、確かに、いや、うちにはいるんでちゃんと。前回よかった、懐かしい。 1000% ラブってやったね Are you ready? ってやったわ。
さあレッツゴー夢を歌おうレッツァーレッツトゥ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 はじけるかたりしちゃいましょう未来の地図を君と描こうこのレボリューミア行きましょうスター愛をチェンジスターテンテンテンやったわお邪魔しますシスさんお邪魔いたしどうぞいらっしゃいませこんばんはノリ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 です時間が時間だからね春の陣行ってないんかい当日会場では大抵いやあ大抵もう出てますよあれが大抵です夏漫才は目的としてはお祭りでいろんなアイドルさんを知ろうとか楽しんでもらおうっていうコンセプトもあるのでタイムテーブルがあれで終わりなんですよあちらが本当にタイムテーブルです皆さんにはどの出演者さんがどのタイミングで出てくるかとか本当にわからない状況でのライブになりますだから次あ次この人あおーみたいな感じになると思うんですけども、まあ、一つ言うとしたら、まあ、最初から最後までいた方がいいと思います最初から最後までいてくださいおちおちトイレにも行けないそうなんですよトイレに行く時間もないんでちょっと開演までに済ませておいていただけたらいいなと思いますやばいよほんと一個も見逃す瞬間がないと思う初参勤交代はついぼの LINE ミーティング LINE ミーティングライブミーティング LINE ミーティングえ分かんないもう記憶がないな昔のライブのうわ血出たよ23日は14時から待機ぜひランチキ買ってねみんなサンタさんをゲットできるのは今だけだよじゃあ私の落書きを1個だけ見せようかな動画残ってますね本当全部見ると全部見てほしいやばいよどれがいいかな。すごいいい落書きを見つけるわ。クリスマスチェキはまだ見せません。ちょっと一個やばいチェキがあって見てください。見えるかな。これはでも当たった人だけにしよう。ちょっと水着のランチェキはちょっと見せられない。何枚か入ってるんですけど内緒です。水着はこれかな。こんな感じの落書きをしております結構本当にがっつり書いててすごいがっつり金魚が写ってる書いてあるこういう感じの落書きを基本的にマスキングテープを使わずに全部ポスカで書いてるので一応スリーブにも入れてるので多分削れはしないのでぜひゲットしてください水着とチャイナが待ち遠しいぜひ当たることを祈りつついっぱい買ってください早く行った方がいいのかな自分も14時に行こうかな早くに来てくれると多分前の方で見れるかな基本的には、まあ、ただどの出演者さんが来るか分かんないのでその最善の皆さんのそのルールは分かんないんですけどオタクの方々のなんか出演者の時になったら前に移動させるとか分かんないんですけど、まあ、なんか喧嘩しない程度にやっていただけたらいいなと思いますただ基本的にはこうみんなで楽しみましょうねっていう感じなのであんまり気負わず楽しくやっていただけたらなと思います2時間待つ14時に行くと2時間待つの2時間はやばいねサンタが通販にまで残ってるのを期待して何枚かもハワイ衛生機関のやつんタイと台湾の時に買ってくださった方にはサンタは入んないですハワイで買ってくれた人の中にはサンタが何枚か入ってますって思ってくださいそんな感じです一瞬見えた見えた水着あ前の方で見たいなみたいでも多分開演とかだってで見てたら
意外と会場とかの時ぐらいで大丈夫だと思います。大抵なしで開幕から行って6時間待ちましたね。そう最後だったんだよね、出番、バンドイジャパンが。今回は本当最初から最後まで本当にバタバタしてるよということだけ言っておきますね、私が。つまりはそういうことです。祭りなんで後ろの方で踊っておくか。お、一緒に踊りましょう。何を踊るかは分かんないけど、日本のアイデンティティをって。バンザイジャパンの出番だよ、本当に出番です。皆さん楽しみにしてて。3回転倒ループありがとう、てるさんありがとうございます。クリネピさん、みーちゃん、はいこんばんは。バンザイ音頭やるか分かんないよ。見といた方がいいと思うけど、やるか分かんないよ。バンザイ音頭好きなんだよね、私も。結構夏とかなんか無駄に聴いちゃうことが、だって冬だもん。だから夏じゃなくて冬だからさ、温度やらないかもしれない。ちなみにまだバンザイジャパンの演目の練習はできてません。やってるやつとやってないやつがあって、でも本当に今回普段見れるバンザイジャパンも見れるんだけど、なかなか見られないフォーメーションのメンバーもたくさんいると思います。夏なのに温度がないだと、はあ、津軽海峡冬景色。やったな、私と中野ひまわりとさよちんのユニットでやりましたね。懐かしい。演歌担当なんで、私がバンザイジャパンっていうユニットの以上、演歌をどうしてもカバーしたくて、なんかソロ枠をやりたい人みたいな感じでセカンドワンマンライフで募集されて、やりたいですって言ってやったのが夜桜推しっていう、桜っていう曲なんですけど、をやって、演歌って意外と若い人たちにも受けやすいんじゃないかなっていうか、いい曲なんだよっていうのをみんなに知ってほしくて選んだんですけど、そこから次のワンマンライブも演歌が入って、で結局夏バンザイにも祭りっていう北島三郎だっけ、わかんないけど、のあの曲が入りまして、祭りだ祭りだ祭りだみたいな、豊年祭りみたいな曲、もう頭から全部抜けてるね、もう何年か前だから。今ポニーテールとシュシュ踊ってって言われても踊れないもん。ドイツ3連何さ、パラサマ3連やばい、死んじゃうそれ。知らん曲いっぱいあるから勉強しなきゃ、勉強してほしい。 YouTube に大体の曲はアップされてるから、ぜひ見てみてください。チェックミー、チェックチェックチェックミーだよ。いや本当に夏バンザイ来て損はないので、ぜひ来てほしいなと思います。駆けつけてきてくれたら嬉しいです。夏バンザイ2019、リハがなければな。あーそうなんですか、リハなんですか。じゃあまた次回、次の機会、あ1月14とかワンマンライブぜひ来てください。本番のとこが多そう、1月14。お時間あればぜひ来ていただけたら嬉しいなと思います。間違えました、12月23日新宿キースタジオさんにて、もうダメだ頭がごちゃごちゃだ、主催ライブ夏バンザイ2019がサポーティッドバイディジカッシュ、サポーティッドバイディジキャッシュが行われますので、皆さんぜひ来てください。お待ちしております。ワンマン怖い、別の意味で。バンバンも楽しみにしててね。おはごだおはごだ、23日フルチャン率上昇、お待ってるね。いやいやいや、はーいはーい、じゃあそろそろ寝ようかな。また明日も配信しますので遊びに来てください。もしよかったらルームのフォローもツイッターのフォローもよろしくお願いします。ランチ期の方とかもつ
23日まで購入可能なので、ぜひゲットしてください。ということで、以上、バンジージャパン石川県の伝道師、リーダーの安原芽衣でした。また明日お会いできるの楽しみにしてます。明日はなんと、毎日配信170日目みたいです。よろしくお願いします。バイバイ。ピースパン、お疲れ。ピースパン、ピースパン、おつ。はーい、お疲れ様、シルビートさんお疲れ様、ウィズパパおやすみなさい、おやすみ、ノーちゃん、ノーキチさんおやすみなさい、おやすみ、おつおつ、ゆこちゃんかわいい、ありがとう、またゆこちゃんもまた聞いてね、待ってるよ。あ、こんにちはって来ちゃった、プロバブリプロバブリラバさん、こんにちは、こんにちは。 Today ショールームエンディングナウ、エブリデイやってるから来てね、カミング、トゥモローカミング、待ってるよ、 I'm waiting for you ということで、安原芽衣でした、バイバーイ、イエイワンマンライブとかも来てね、1月14日、一部は無料で入れるから来てね、ドリンク代のみだよ、待ってるよ、おやすみ、みんながいい夢見られますように、バイバイ。